大型のハリケーンヘリーンが26日、アメリカ南部フロリダ州に上陸しました。勢力は5段階のうち2番目に強いカテゴリー4で、最大風速は62メートルに上り、ハリケーンセンターは極めて危険だと警告しています。AP 通信によりますと、フロリダでは標識が倒れて車に当たり1人が死亡したほか、 隣のジョージア州でも2人が死亡したということです。